はいどうも、おはようございます。怪物くんです。派遣の時間がやってまいりました。はい、ということでね、働かざるべく当日、今ですね、時刻が8時35分ということで、今回、やる仕事がですね、ジャニーズ WEST の手伝い、ジャニーズテストジャニーズ WEST さん、今結構勢いのあるジャニーズグループさんなんですけど、そこのライブ会場の軽作業ということで、時間が11時から夜の23時まで、1時間休憩で、まあ11時間労働ということで、あー結構な労働でございます。頑張りたいと思うんですけども、ジャニーズ WEST ボーナスっていうのは3000円つくっていうことなので、今回の、行き先はみなとみらいでございます。デートスプットみたいな感じではありますからね。ということで、みなとみらいに行ってきたいと思います。僕初めてでございます。みなとみらい、後ろに見えますのがみなとみらいというところでね、到着しまして、今日はね、晴天の霹靂というかね、すごいいい天気ですよ。調子のいい天気ですね。だからめちゃくちゃ頑張れそうな気がします。青空晴天でございます。マッチングアプリの女の子とみなとみらいデートするって約束は昔して、結局バックられたっていうのはあったんですね。もうすぐ仕事に向かうということなんで、頑張っていきたいと思います。頑張ります。みなと、お疲れ様です。今ですね、発見が終わりまして、今ね、海の見える公園に来ておりまして、いや本当にね、疲れましたね。11時から23時までの仕事だったんですけども、なんか20時半で帰っていいよってことで、ちょっとラッキーラッキーということで、設営スタッフでした。今日はね、某アイドルのライブの設営スタッフということで、ステージを作り上げようっていうことで、僕らがね、ちょっと組み立てて頑張ってやったんですけど、機材をちょっと僕らが運んで、職人さんにこう持ってってくれ、これを持ってって、あれ持ってってっつってね、バイトくんって言うんですよ。怪物くんだってこっちはって、うん、いや言おうと思ったんだけど、ね、今まあそこはちょっとカットしといてもらっていいんだけど、まあバイトくんで、実質労働時間が9時間ぐらいなんですけど、1万1000円ぐらいですね。1000円弱。まあいただけたということで、まあお弁当もつくわけだから、昼も夜も出てっていうのは。で、なんかその、僕のチャンネルを見てくれる視聴者さんが3人ぐらいいらっしゃって、いや、怪物くんじゃないかって言われて、いや、ありがとうございますって言って。で、今日はちょっとね、お昼ご飯今食べようと思うんですけど、今日ちょっと新しい出会いというか、ちょっと一緒に仕事した中で、ちょっと目の輝きが人と違ってる青年を発見しまして、発見終わりちょっと、一緒にご飯でも食べたいかなと今いらっしゃるんだけどね。ちょっと今日はありがとうございます。本当にお疲れ様です。お疲れっす。マキさんということで、はい、マキくんで、マキくんということで、学生さんなんだよね。はい、まあ20ですね。ああ、いい年だよ。本当に今が本当にね、遊べる年だからマジで後悔しないで、本当にマジで。なんか童貞なんだって。悲しいけど童貞です。はい。で、なんか僕のチャンネルをちょっと見ていただけたということで、はい、声かけてもらいまして、何で知ったんですか、僕のやつを。バキバキ童貞とのコラボの動画を見て、すごい面白くて。あー、バキ童さんの、僕のそのエピソードトークとかはあれだったんですけど、いやー、そっから見るようになっていたじゃん。そうですね。それで、ご自身もちょっと童貞ってことなんだろうね。そうね。いやでもそんな恥ずかしがることないのよ。正直こっからなのよ、まだまだだよ、20歳。だから自信を持たなきゃダメなのよね。もっと本当に自分をさらけ出すというか、はい、でなんかあれなんでしょう、合コンとか。合コン今後あるみたいですね。友達がセッティングしてくれるって。おー、合コンが控えてるということで、ちょっとアドバイスをすると、僕はもう結構まあ何回か合コンさせてもらって、おー、まあとにかく、楽しませるという、まず自己紹介をして、はい、ゲームとかした方がいいかもしれない。いいね。なんかちょっと女の子が結構なんか食いついてくるから。なるほど。そうそうそう、そういうのでちょっとほんわかさした後にタイプとかどうなのって聞いて、まず女の子のタイプを知らないとね。はい。ということでね、マキ君が合コンということでちょっと飲みね、ちょっと買ってきたんで、結構お酒飲む方。友達といる時はなんか。ああ、これね、ジンソーダっていうのか、これがあるんですね。これちょっとマキ君にじゃあ。で、お酒飲むと明るくなるんだよ、ね、そうですね。ああ、じゃあちょっとね、それはいいことだ。でもギャップがあるっていうのはいいんじゃないですか。
陰キャなのに陽キャになるっていう酒飲んだら。じゃあちょっといただきますか。そういやーちょっと乾杯。乾杯。おっす。じゃあそうやったらいいっすね。うっ、あーうめえ。これを待ってた。派遣の仕事中これをずっと待ってたんですよ。最高だね。最高っすね。僕のアドバイスとしてはそのゲームを楽しまして、ね、あと気遣いできる人がいいと思う。例えば飲み物とかね、はい、女の子飲み物グラス確認してあれちょっと少ないなって思ったら店員さんにちょっとさりげなくちょっとねあの静かに口元でなんかこれお願いしますみたいな、さりげなくちょっと頼んでくれてるじゃんみたいな、あれ知らぬ間にみたいな、その女の子が好きそうなやつ頼むとかでもいいと思うし、なるほど、あえて聞かないでえちょっと私の好きなもんこと知ってるのみたいな、それでプラスアルファになるから。あとはもう人あの目を見る、はい、緊張は絶対しないようにして、いやー、ああ難しいな、ちょっとお腹空いたんでちょっとご飯で、僕ねちょっと手作りご飯をちょっと作ってきて、ちょっとこんな感じでこんな感じで、ね、ちょっと申し訳ない、あのこれがあのまあ僕煮卵ちょっとで、ご飯がこれあのこれあのご視聴者さんからいただいたマダイの甘露煮をここに振りかけたっていう、骨ごと食えるんでね、そうそうそう、うん、うまっうまっ、あまだ骨買ってたかもしれない、こんなこんな顔だったって言ったやば、食べる大丈夫です、あいいっすか、え食べるか、すいません、ほんとあめっちゃ美味しい、うまいっすね、ほんとですか、うん、骨が骨買った、あこれなんかスモークさんなんかマキ君がなんか食べたいってことだ、どうぞどうぞ、いきます、すいません、はい、いいいいなんか寒くなってきたねやっぱ海が近いからちょっと寒くなりますね、マキ君がちょっとおすすめしてくれたんで、あすいません、グリーンレモンこれ飲む、結構結構飲みます、ね、香りがいいですね、あめっちゃいいね、はあ、後味めっちゃスッキリするね、そうですね、これ男のあれ女モテるよこれなんか相談したいこととかあります、うん、女の子と話せないんですけどどうすればいいですか、女の子と話せない、緊張することがある緊張してなんか男子と話すときは割と、はあ、いけるんだけど、つらつと喋れるんですけど、はい、女子と喋ると、うん、言葉が詰まっちゃうというか、ああ、マジでそうなっちゃうんだ、はい、うん、あーそうか、うーん、まあそうね、でも笑顔は大事かなと思うんでかな、うん、あうまっ、煮卵はめっちゃうまい、なんだろうね、緊張しちゃうか、俺もでもあの奥手だったから分かるんだけど、キャバレーに行ってみるとかは、どうかな、多分、なるほど、キャバレーに行って女の子慣れしちゃう、なるほど、うん、俺多分それが一番いいのかなと思っちゃって、キャバレーとか行ったりする、いや全く一回も行ったことないですね、あキャバレーに行ったら多分結構女の子慣れすると思うんですね、うん、行くんですか、いや俺も行ったことないんだけど、いや、うん、あとね、女の子っていうかあのすごい簡単なこと言うと、あの優しくしたら惚れるから、うん、優しくしてあげて、あとネイルとかもいいかもしれない、ちょっと爪元とかって、あ結構分かりづらいかもしれないけど、今日ネイルしてちょっとやってたっていうのをね、あちょっとネイル可愛いねみたいな、そういうのも多分喜んでくれる、女の子細かいところをね、もう細かいのかうんうんうまっ、 うまっ、特技とかは何なの、特技、うん、特技か、あ今部活でアーチェリーやってます、はい、おお素晴らしいと思うわ、素晴らしい、だからそれで女の子のハートを射止めればいいんだよね